あれは初めて会ったのはレコーディングスタジオで、合わせてチェンジのレコーディングの時でしたね。その時プロデューサーの、ソン・ルイさんと飯塚圭介さんとつながりがあって、それでなんか見学しに行ったんですよね、そのレコーディングを。でスタジオ入ったらリファがいて、あの時はベースと歌をレコーディングしてたんですかね。でリファっていう存在は別のアーティストのライブでなんか対バンしたりなんかして、存在はしてたんですけど、でそうやって対面するのはその時初めてで、デビューの直前って感じですね。出会いは、レコーディングなんですけど、私の願い事っていう曲がありまして、それのレコーディング、カンちゃんのアレンジで初めて参加しました。出会いはちょっと結構前になるんですけど、カンちゃんアレンジで私の願い事のリズム取りで参加したのが初めてで、あれ何年になったんだろう、結構前ですよね。それが初めてです。出会いですね。何年前になるんですかね。5年ぐらい前になるのかな。そんな前じゃないかな。もっと。もっと前かな。レコーディングで初めてお会いして、フレという曲をレコーディングさせてもらったんですけど、そこで一番最初に出会いですね。はい。リファちゃんとの出会いは、ライブ自体は前回、去年だったかな。でやったのが初めて、一緒に音出したのが初めてなんですけど、その前に、アミューズフェスっていうのがあって、私は藤原さくらちゃんのサポートで行ってたんですけど、その時に、ホテルの部屋がこうみんな割とこう数人が同じ部屋みたいな、同室みたいな部屋だったんですね。でその部屋にいたのがリファちゃん、確か。そう、それでさくらちゃんに紹介してもらったりして、挨拶したのが一番最初ですね。はい。第一印象は髪の毛長い子だな。まだすごい長かったじゃないですか。で、でもね、明るい子だったなっていうのが第一印象です。髪長って思いましたね。 当時めっちゃ長かったんですよ。でもそれが初対面だから、もう髪長って思っちゃいました、思わず。いや、本当に明るくて、その、レコーディングスタジオの空気を華やかにしてくれてて、やっぱスタジオってすごいなんかこうね、閉鎖的というかこうね、暗いようなイメージもあるかもしれないんですけど、全然そこらが明るくて、なんかそれが第一印象すごかったですね。この部屋を明るくしてくれる人だなって。後から、去年、それからずっと数年を経てお会いした時は、すごい大人になってると思って。 その時はね、まだ何年前だと、5年ぐらい前だと思うんですけど、まだすごいこう学生っぽい感じだった。でも底抜けに明るいところだけは変わってなかったですね。当時はな、もうちょっと、お若い感じでした、印象は。だから去年また会った時すごいびっくりしちゃって、すごい変わったんで、大人になっちゃったと思って。リファの第一印象は、多分みんな言ってると思いますけど、もうとにかく明るい、もうなんすかね、もう第一印象って聞かれて明るいって言わない人いないんじゃないかっていうぐらい明るい感じ で、なんかすごい周りにも気遣ってて、気配りのアンテナも広いし、明るくてみたいな。でも今思えば結構あの時、なんだろう、猫かぶってた部分もあるのかなって思いますね。思い出は、リファと2人で回るツアーがあって、リファのアコギと僕のピアノ
だけの編成で結構全国回ったんですよね、あれ。まあ、リファ一人でやる箇所もあったんですけど、大体二人で回って、まあその対バンツアーみたいなのがあって、その時は結構そう車で移動してる分なんか一緒にいる時間も長くて、結構そこで濃密な時間がこう過ごせたことで、そのリファのなんか人柄のこの素の部分とか、なんか結構そういうところを見れた感じがして、ちょっとなんか接し方というか、まあ今までちょっと距離があった感じだったんですけど、結構近づそこで近づいた感じがありましたね。なんかそれ、なんかなんだっけな、それまでずっとリファちゃんって呼んでたんですけど、なんかそのリファちゃんって呼ぶのがなんかこう違和感感じ始めたぐらい、なんかリファって呼ぶのがなんかこう自然になる距離感になった気がして、いつの間にか呼び方も変わってましたね。まあやっぱり常に周りを見てて気を使ってて、一人も取り残さないというか置いてかない、すごい優しいなっていつも思って見てます ね。最近キャンプ仲間になったんですよ。でキャンプ仲間、カンちゃんもそうなんですけど、夜すごい真面目な話をしてて、カンちゃんがおならを急にしたんですよね。その時に爆笑した。それが今まで一番笑った時かもしれないです。まあ両親とか家族ですかね、やっぱりね。まあ他にももちろんそのね、同業のいつも一緒に音出してる方とかもそうなんですけど、まあ皆さんにですけどね、当然。まあでもそのなんかいろいろね、年を重ねるといろいろ問題がありますよね、おのおの。だそれでまあうちの両親とかはたまたま元気だったりするので、ありがたいなと思ったりします。やっぱ家族ですかね。やっぱコロナ禍できつかったりするときに助け合ったりとか、支えてもらったの感謝、家族なんで。そうですね、はい、感謝を送りたい人ですよね。いや、たくさんもちろんいるんですけど、やっぱ僕らは音楽やっぱやってるとこう出会えない人もやっぱたくさんいて、でやっぱこう出会うことってすごい奇跡的だと思うんですけど、今回はバンマスのカンちゃんがね、カンタさんがこう出会わせてくれたというか呼んでくれたので、僕もそういった意味ではカンちゃんに感謝ですね。そこからまた出会いが広がっていくじゃないですか。カンちゃんありがとう。いないけど。そうですね、なんか結構やっぱ人のつながりってもう不思議なもので、なんかあの時あの人に会ってなかったらこの人にも会ってないしみたいな、でこの人に会ってなかったらこの人にも会ってないしっていう意味で、その孫さんと圭介さん、まあそのデビュー当時のリファのプロデューサーに会ってなかったらリファとも会ってないし、でそのリファのライブとかでつながりがあって、また別のそこからつながる縁もあったんで、まあそうやって考えるとキリがないんですけど、今回のことで言ったらやっぱりプロデューサーの孫さんと圭介さんですね。いやもういろいろ教えてもらった2人なんで、もう感謝しかないですね。いやそれはもうリファちゃんですね。長いこと一緒にやらせていただいてありがとうございますという感じで感謝してます。いや今回もうリハちょっとやったんですけど、めっちゃ楽しいです。なんて言うんだろうな、今回ブルースハープの夏木くんいたりとかして、ちょっと今までの曲もテイスト変わってやってたりするんで、その辺結構いいですよ。はい、今回は私前回やった時は、初めてやった時は、ギター直人くんとドラムのキクさんと3人プラスリファちゃんだったんですけど、今回は、神田さんと夏希さんとすごく上物の音が加わってすごい豪華になったので、やってて
また違った楽しさがありますね。はい、はい、僕はハーモニカを吹くんですけど、結構普段思ってることはやっぱこう皆さんがこう思ってるような想像してることを、まあ、一つや二つぐらい超えていきたいなと思っていて、でそういうところをバンドメンバーの方々とちょっと共有して、楽しんでる僕らが楽しんでる姿を見ていただけたらと思いますし、やっぱ僕らが楽しんでるのをやっぱりリファさんもやっぱこう感じながら歌ってくれると思うんで、そこら辺はなんか多分初めてのセッションってすごい特別なものなんで、このバンドメンバー初めて、今回はメンバー初めてなんですけど、きっと楽しく特別なライブになると思います、はい、そうですね、今回はリファちゃんの好みな音楽音とかもすごくふんだんに取り入れた形になってるライブになるんじゃないかなと思ってて、でリファちゃんの音楽の好み僕も結構好きなんで、すごい今リハ始まったばっかりですけどすごく楽しいです。なんかそのリハ前の段階で良くなるだろうなって思ってたんですけど、なんか今音出してみて結構想像以上にサウンドがいいので、これはまああんまり大手を振って声かけられないですけど、結構いろんな人に見てほしいって思いますね。配信がない分これはちょっともったいないなっていう感じのレベルのクオリティなんで、結構楽しい内容になってますね。僕自身も楽しみです。バンドってすごい面白くて、会話みたいなもんなんですよね。だからなんか誰が喋ってて誰がこう受け答えしててとか、なんかそういう風に見てもらえたらまた面白いですね。やっぱかっこいいとかっていうのももちろんあるんですけど、なんかあこの人たちなんか会話してるなとか、あこの人たちの空気感いいなとか、そういうところが音楽になるのかなって思ってます。まあ見どころ私特に夏希さん初めてそのハーモニカの方と一緒にやるの初めてなんですけど、まあすごいなと思って、今リハーサルやっててすごいびっくり、なんてこんないろんな音出せるんだなと思って、そこはなんか自分でも一緒にやっててすごいこう A メロ休んでる時とかにこう思わずなんか見とれちゃって自分が入るところハッてなったり したりしてるので、なんか、まあ、他のバンドのメンバーも本当に素晴らしいんですけど、個人的にはすごいちょっと見とれちゃうなみたいな感じはありましたけど、はい、2人で回ったり、まああと去年の7月に札幌は、ベースとドラムと僕の楽器で3人っていう、なんかいろいろ少ない編成でもやってるんですけど、今回5人もいるんで、もう楽ですねめっちゃ楽って言っちゃうとあれだけど、もうなんかいろいろそれぞれが遊べるスペースがいっぱいあって、なんだろう、楽しんでやれるかなって思ってます。なんでまあお客さんにもその楽しさが伝わるといいかなと思っております。見どころはやっぱメンバーみんな仲いいし、ニコニコして本番やってんじゃないかなと思ってるんですけど、その辺のカンちゃんの笑顔とかいい感じなんで見てほしいです。あ、それで言うとさっき音合わせてみて、割と初めまして同士の人も結構いるんですけど、やっぱそのリファの人柄とかそのバンドメンバーの人柄とかもあって、なんか初めからすごい雰囲気いいんで、そういう雰囲気も多分音に出てるはずなんで、そういうその音出してるみんなの表情とか、もちろんリファの歌もそうなんですけど、そういう全体をこう見ながら音も聞きながらちょっと五感をフルで楽しんでもらえたらと思います。